まず一つ目です。アーリーアクセスの準備です。こちら Windows 版、Mac 版、それから Steam 版をご利用の方は、アーリーアクセスに参加するためには事前に予約特典コードの登録が必要です。まだ登録をしてない方は今すぐ登録して新たな冒険に備えましょうということで、こちらはご覧の皆さんであれば、さすがに終わっているんじゃないかと思いますが、お店でとか e ストアとかで予約をしますと、予約をしましたらば予約特典コードというのが手に入るので、手に入った段階で満足してるとこれダメですね、うん、そういうことですね、はい、とモグ捨てで登録してなんぼということですので、必ずお忘れなく、登録してください。そうすると予約特典のアイテムとかがもうもらえますから、うん、そちらがを持ってるかどうかで判断できるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。あとモグ捨てに行くと、権利一覧のところで、行月のフィナーレアーリーアクセスに丸がつきますから、うんうん、そちらをお忘れなくチェックするということですね。はい、うん、ありがとうございます、もうちょっと続きます。はい、次のスライドお願いいたします。はい、今ねコメントでね、うん、プレステでって言った方いますけど、プレステの説明はこの後しますから落ち着いてください、ね、今は Windows 版、Mac 版、Steam 版の皆さんの話をしておりますよ。はい、はい、そして続いてアーリーアクセス券の有効期限ですが、こちらが12月10日金曜日23時59分までとなっております。これ何を言ってるかというと、アーリーアクセスというのはあくまでも予約特典なので、製品版の登録がなくてもアーリーアクセスの予約特典コードを登録しておくと、それだけでちょっとの間行月のフィナーレ遊ばせてあげますよというのが特典なわけですよね、うんうん、でこちらが、12月7日が発売日なわけですけれども、それを超えて12月10日の金曜日の23時59分まではアーリーアクセスの状態だけで、行月のフィナーレ遊ぶことができますが、これを過ぎちゃうとさすがにもうダメですということになりますので、皆さんがすべきことはここまでに、12月10日金曜日23時59分までに、うん、製品版のコードの登録をする必要があります、PS の皆さんは関係ないです、待ってください、まだ待ってください。そうですね、はい、で製品版のコードというのは、まだ世の中誰も持ってないですね、あれそんなコードまだもらってない、来てないけどと驚きの皆さん、ご安心ください、誰も持っていません、私も持っていません、こちらはいつ来るかというと7日が発売日ですので、そうなったら例えば e ストアで予約していれば7日になればコードが手に入るようになりますし、特装版の箱で買った方はそれが届けば、そこにレジコがあるから大丈夫ということですよね。なので、まあ、いずれにしても、7日が来れば製品版コードが手に入りますので、手に入ったらそのコードをモグ捨てで登録するということをやってください。で猶予が7日から10日まで7、8、90、約4日間ありますよね、ありますので、その期間にやれば、それ以降も問題なく行月のフィナーレ遊べますから、必ず期間内に やるということをお忘れなくお願いいたします。でこれ忘れるとどうなるんですかっていうと、シンプルな話、行月のフィナーレで遊べなくなりますということですので、そこだけご注意ください。はい、はい、ありがとうございます。そしてお待たせいたしました、うん、プレイステーション5とプレイステーション4で、遊んでる皆さんはこちらはですね、予約した瞬間に、もろもろ終わっておりますので、皆さんはもう何もしなくていい、予約特典のコードも関係ないし、そう、製品版のコードも関係ない、関係ない、プレイステーションネットワークのアカウントでもう自動的にこの辺の登録もろもろが完了しておるということですので、PS5、PS4 をご利用の皆さんはもう大丈夫です。予約操作、予約購入をする操作さえすれば、コードの登録という手続きは必要ありませんので、安心してこのまま遊んでいただければよろしいですね。予約だけお忘れなくということです。はい。はい、ということで、アーリーアクセスの準備をしておこうということで、ここまで皆さんよろしくお願いいたします。よろしいですか？